キロボルトレッドスター、ワースラントスポルトクリンイコールベフェレンは、オーストフランデレン州、ベフェレンを、本拠地とするベルギーのサッカークラブである。ワースラントベフェレンとしてよく知られている。現在ベルギープロリーグに所属している。1936年創設時は、KFC レッドスターハースドンクを名乗り、2002年には、2000年まで、活動していた近隣のクラブ系。 シントニクラース SKE が使用していたスタジアムに移転し、KV レッドスターワースラントと解消した。ワースラントは、ハースドンクとシントニクラースがある地域の名称である。2010年の夏、クラブは近隣の KSK ベフェレンと合併し、ワースラントベフェレンとなった。ベルギーチャンピオン経験もあり、ベルギー一部の常連だった KSK ベフェレンは、 当時2部の再開でシーズンを終えたばかりであり、財政問題を抱えていた。クラブは、キロボルトレッドスターワースラントの歴史とメトリキュリー、番号を引き継いだが、より大きなスタジアムでプレーするために、シントニクラースから、ベフェレンへ移転した。クラブは1936年にレッドスターとして創設され、アマチュアサッカークラブとして登録された。1944年、 王立ベルギーサッカー協会に加盟し、西フランドルの再開地域リーグでプレーし始めた。レッドスター、ハースドンクは2000から01シーズンに、初めて全国リーグに進出し、ベルギーカップでもラウンド32に進出したが、一部クラブのヘントに敗れた。三部での初シーズン後、消滅したシントニクラース SKE の、より大きなスタジアムプライアンベックスタディオンへ移転し、 レッドスターワースラントと解消した。2003から04シーズン、3部での初シーズンを首位で終え、初めて2部へ昇格した。2部での初シーズンでは5位となり、ファイナルラウンドへの出場権を得た。翌シーズンは4位であったが、ファイナルラウンドへの出場権は得られなかった。2005から06シーズンには再び、ベルギーカップのラウンド32に進出したが、 近隣の KSK ベフェレンに敗れた。2007から08ベルギーカップでは、ラウンド16への進出を果たしたが、アンデルレヒトに敗れた。2010年夏、クラブは、ワースラントベフェレンに解消し、ベフェレンの、より大きなスタジアムである、クレシエルスタデオンに移転した。2011から12シーズンは2部で2位となり、ベルギープロリーグに昇格した。10、選手の国籍表記は、 フィファの定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記はフィファの定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記はフィファの定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。